ショート動画にするつもりだったのに。やった。これでまた霊夢さんの苦しむ姿が見れるや。何が苦しいって？ヘッドホンが熱いのが一番苦しいんじゃ。確かに夏場のヘッドホンほど熱いものはないですね。ということでまだ夏じゃないと思ったそこの君。うぷ主編集中に体感夏場になって間違って発言してました。体感夏場とは？あと問題始まってるんですが。あ、これね。私相棒とドクター X 以外ドラマ見ませんが。ドラマのレパートリー少な。石原さとみは知ってたわ。ということで問題の途中ですが OB ゆっくり、オーラのゲーム実況へ、始まるよ。はい、皆さんこんち、ゆっくり霊夢です。こんち、ゆっくり魔理沙だぜ。そしてヨウムちゃんですよ。てこの原理を構成する3要素は視点、力点とあと一つは何でしょう？視点に決まってんだろ。こいつ問題読んでねえだろ。なんで問題に視点あったのに視点なんだよ。ピョンチャンオリンピックね。パスで。パスまでの決断が早い。はい、第9問まで飛びました。見てわかる通り視点間違えて以来1問もわかりませんでした。霊夢さん。なんでこんな恥かく動画撮ったの？別に私の無能ぶり見せつけるために撮ったんじゃないんですけど。あ、ギリシャ神話の話ですよ。そう、ガチで喉元まで来てるのに。大丈夫か？気持ち悪い。いや別に酒飲んでたわけじゃないんよ。あ、これは確か前回の動画で見せたね。私が投稿してればだけど。もし投稿してないなら編集しといて、なんで投稿してないのかな。次はみんなも一緒に考えてね。どん兵衛やチキンラーメン、カップヌードルを販売する食品メーカーはどこでしょう？はい、これわからなかった人私よりバカです。絶対それ言いたかっただけだろ。選抜投手が勝ち投手になるためには原則何イニング必要でしょうか？ふっふっ、私には秘策があるのだ。その名も良い策ジャッジメント。つまり当てずっぽうじゃねえか。なんか正解したんですけど。なんで？私に聞くな。次からヨウムが読み上げたものは一緒に考えてくれだぜ。今回は見づらいかもだけど自分で読んでください。私たちが喋っちゃったからね。あとこの問題はもみじだね。ニュースとかでよく見る感じだしな。あ、これは完全に事故。ちなみにうぷ主はガチでもと、間を見間違えたぜ。焦りすぎでしょ。大正期に流行したラジオ焼きがルーツの一つとされるある魚介類を具にして作る大阪名物といえば何でしょうか？ふ、最近大阪行ったばっかだよ。お好み焼きに決まってんだろ。あれ？君は大阪のどこに行ったのかな？大阪駅と JR ホーム周辺です。だろうと思ったわ。答えはたこ焼きですね。あとなんか3になってた。第6問。世界人口の約2割、中国の9割以上を占める世界最大の民族集団を何民族というでしょう？私社会は得意だよ。間違えてるんですが。中華民族じゃねえのかよ。ゆっくりと学ぶ日本史は引退かな。ラスト、次間違えたら何でもするんで。じゃあ次間違えたら本編以外投稿禁止な。それ死んじゃうやつじゃないですか。ふっふっ、これが正真正銘さっきの発言した後の問題だ。あ、ちなみにガチだからね。修学旅行パワーなめんな。私はな、近日公開すぎてデミもタクト買い忘れたんだぞ。みんなの荷物見て買い忘れたことに気づきました。うん、普通に悲しいやつだな。なんかみんなより荷物少ないなぁと思ったんだけどね。第6問、はしか古墳や大仙古墳などの全部に台形、後部に円形の。悪いね視聴者さん、ここは私の領域だ。呪術回戦見たことない人がなんか言ってます。てかそもそも呪術回戦にそんなシーンあるかもしれないよ。はい、答えは前方後円墳ですね。さすがに日本史シリーズ上げる予定の人がわからないと面目が立たないからね。第5問、芸術家の岡本太郎の生き方の信念を表し、CM に出演した際残した有名な言葉は芸術は何だでしょう？芸術は、爆発だー。てかこれナルトに出てくるデイダラの言葉だと思ってたわ。ほう、芸術知らないけど漫画は知ってる模様。2019年に日本人として初めて NBA でドラフト1巡目指名され、現在ワシントンウィザーズに所属している、明星高校出身のバスケ選手は誰だ？大谷翔平選手ですね。あれ選択肢にはないぞ。バスケ選手だって言っただろ。第6問、足し算の結果はわといますが引き算は何というでしょう？積だと思ってた時期もありました。ガチで選択肢の手を選んでやがったわ。そしてキムタクがわからず失格になりましたとさ。ということで今回の動画はいかがでしたか？今実はこのミンハやってゲームで生配信しようかと悩んでます。まあ初回生配信が成功して続けたいって思ったらやるかもだぜ。チャンネル登録、高評価、コメント気軽にお願いします。ではおやすみ。